それでは時間になりましたので今週の IMT カレッジの講座を始めさせていただきます今週はヒューマンリプロダクションの10月号でございますそれでは最初の論文からお願いいたします 従来、遺伝子疾患のキャリアの状態の検索は、限られた遺伝子疾患と変異を標的として行われていました。最近対象となる遺伝子以上の数も何百にも増え、拡大キャリアスクリーニングと呼ばれる方法が活用されるようになり、PGD に関する認識も異なるのではないかと思われます。その結果、多くのカップルが生殖に関わる選択肢を決定する上で、メリットが得られるのではないかと思われます。 重度の生命を脅かすような疾患から家族を守ることもできるようになると思われますが、それに関わるいろいろな問題や警告などを総合的に考慮せずに、拡大キャリアシークエンスを利用した p g d すなわち拡大キャリアスクリーニングを理由もなく提供するようなことになってはなりません。我々の一時的な目標は、患者の最善の利益を図ることであり、費用や不安をかきたてるような問題に関わるべきではありません。 拡大キャリアスクリーニングを利用した PGD に携わる関係者間のコミュニケーションは重要で、適切な検査法について、また検査が他のものにどのような影響を及ぼすかという点についても、十分に考慮する必要があります、はい、従来遺伝子、遺伝子のスクリーニングと申しますとです、ね、もともと家計に何か遺伝的な疾患があるとか、両親に何か一方に何か問題がある、また検査で、 キャリアであるというような診断されている場合ですね、その子どもにどのような影響があるああ起こる可能性があるかなんていうのを調べてたんですね、そうしますと、普通は一つの単一の疾患なんですね、例えば筋ジストロフィーのようなものなんかあるか、例えば、戦有病、それから血友病とか、そういうふうな疾患が限られていた。最近はですね もう一気に何種類もの時には何十もの遺伝子の異常を調べることができるようになってそれを利用してその結果、えー、PGD に進むかどうかっていうようなことを決めるようなことになってきたんですそうしますと果たしてそれが適切な選択なのかどうかっていうことが疑問に思われる例も出てきましたもんですから今こういう遺伝子診断がどん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 進歩する中でどういうような対応をすべき なのかということをもう一度考えてみる必要があるという、そういうコメンタリーの論文でございます。ART データを報告する国の数が増え、その結果、ART の治療周期数の増加も認められましたが、2013年の妊娠率は12年と比較し、同様な安定したレベルにありました。 3個以上の肺移植を試みた周期は以前より低下してきていますが、多体分娩率にはあまり変化は認められていません。IUI の試行頻度やその成功率は前年と同様な結果でしたエシュレでは毎年ですね、3年ほど前のですか、1年間の ART を調べ、それが1年経って子どもが出産した、そしてその翌年に、えー、統計を取りますが、大体3年ぐらい前のなんですね。 それを報告しておりますそれで、今回、2013年に行われた ART のデータを分析し、2012年のと比較しているんです。大体 ART は少し増えてきていますね。で、その対象となった国は38か国、EU38 か国ですね。国によって内容はばらつきはまちまちなんです。あの症例の多いのは、意外にロシアが多かったり、スペインが多かったりなんですね。 で質のいいというか、要するに妊娠率が高いとか、そういう面からしますとです、ね、やはりイギリスがいい成績、それからもう一つの面で、えー、多体妊娠を防ぐために単一配移植があ、スウェーデンではもう75%ぐらい、ベルギーでも50%ぐらい、で他の国々はまだです、ね、2個肺移植が非常に多いんですね、したがって、えー、相対妊娠なんかも18%ぐらいなんです。 これを少しし下げる努力ななくちゃいけない。けただ、日本のように単一配色にこだわったためにです、ね、成功率があまりにも低くて、それが患者さんにとって非常に大きな負担をかけているというのも一つの問題ですね。このようなエシュレンの統計を見て、すね、我々もいろいろ考えさせられる問題がたくさんありました。 エッシュレ PGD 協会では、2011年から12年に実施され、自が2013年までに出産した PGD-PGS 周期のデータを収集し、治療周期の詳細、妊娠で出生時に関する分析を試み、第14-15回報告としてまとめました。 調査機関の主たる傾向として、PGS 周期、あるいは染色体異常に対する PGD 周期において、フィッシュによる検査に代わり、アレー法を用いた方法の実施頻度が上昇しました。13回ですか、今までエシュレ PGD 協会では、ART に伴う遺伝子診断、あるいは遺伝子スクリーニングなんていうものの統計を報告してまいりました。で、 従来ですね検査法も PGS と称して P G あの染色体を数種類調べるだけのものでフィッシュが主体でしたが今はもっと詳しく24個の常染色体と性染色体2個ですねそれを調べるようになったんですねでそういうだから全部で46個の染色体を調べるようになったそれによって肺の診断精度随分上がったんですところがですね まだそのいい結果が出ている,いるわけではないんです PGD とか PGS を行って妊娠率もですね採卵あたりは178%移植あたりでも、まあ、25%30% これいわゆる体外移植と同じなんですねでいいスクリーニングをやっても必ずしも PGS の目的でいいスクリーニングを行っても妊娠率は上がってないんですねだからこれからもう少し検討して これからどういうふうに PGD、PGS を行っていくのか、特に PGS なんかの場合です、ね、いかにいい成績を上げるかということに、もう少し検討しなければならないんじゃないかなというふうに思います非透過型凍結保護剤を用いた精子ビトリフィケーションは、看板凍結法と比較し、精子の質を示すパラメーターの回復率を促すことが確認されました。 外国で,です、ね、精子のビトリフィケーションの溶液は売ってるんですね、市販されています。そこのはですね、今まで我々があの精子の凍結保存というのは看板凍結ですね、えー、グリセロールを中心とした看板凍結法だったんです。今はビトリフィケーションで、えー、この非浸透性っていいますから、あ我々があ用いているものと違うんですね、卵子とか肺に用いている。 ビトリフィケーションととちょっと違うみたいなんですでそれをやりますとですね新鮮,精子新鮮精子と肝蛮凍結の精子とこのビトリフィケーションの精子を見ますとね肝蛮凍結と新鮮精子との中間ぐらいの生存率であったり運動率であったりまたいろいろな精子の指標となるような因子を調べても肝蛮凍結よりいいんですねだからこれからは精子のビトリフィケーションっていうのは 普及するのではないかと思われますカニクイザルを用いて暖かい状態で暴血を引き起こしたところ4時間までの暴血では子宮に問題は起こらず暴血後の再寒流により形態的及び生化学的な変化は認められませんでしたはい、これ慶応大学だと思うんですが、あの新聞にも出てましたがあの日本でも、うん、子宮移植を試みたいというようなあことでその基礎実験をしたんでしょうね でカニクザルを回復しましてね卵巣銅静脈です、ね、サスペンドルームのあたりをあのクランプして子宮動脈もクランプしてで血流を遮断して何時間遮断してもいいかっていう筋組織に影響がないかとかその後の月経の回復に影響がないか調べているんですそうすると4時間まではどうにか大丈夫そうなんです8時間になりますと少し問題が起きるというようなことなんですね実際の 卵巣移植、ああ、子宮移植にはです、ね、どのような知識が取られるかということを、ね、非常に関わってくる非常に興味深い論文でございました。 腫瘍のため腹腔鏡化細分法を試みた連続した1216名の女性において、平滑筋肉腫と診断された者はいませんでしたが、7名に非定型的平滑筋腫が認められました。はい、この腹腔鏡化で手術する場合、子宮筋腫を取り出すのに大きいのは取り出せませんので、細分法というような方法が取られるんですね。モルセレータータという。 本来、電動モルセレーターって昔行われてたんですが、これが FDA が危険だからやめようと、もしも肉臭なんかとかがんがあれば、それを箸を多くすることになるということ、また腸管損傷なんかも起こすことがあるので、やめたほうがいいということで、それを今やめることになっています。しかし、実際に悪性の頻度がどのくらいあるかということはよく分からない、子宮筋腫と言われたものを1216名の患者を調べてみましたが、ちょっと異けがありそうなのが、 7名そして1名にがちょっと細胞分裂度がちょっとあったそれでもですね倍で見てですね分裂度が見てもらえたら7個以下ですかねということで問題はほぼなかったということなんですだからモルスレーターを使って細分法をやってもですね悪性細胞をばらまくというようなそういう問題は考えなくていいもんだ,だと思いますね。 またこの電動モノセレーターについて、またいろいろな知識が変わったり、機会が変わったり、これからいいのが出てくる可能性も考えられます。不妊ケアを求め、来院した不妊カップルにおいて、不妊検査後、13.1年を経た時点で調べたところ、61.7%は政治出産に至っていました。少なくとも一児を有しているカップルにおいて、平均の児の数は1.7人でした。 あの不妊症の方が病院に来ますね、その時に、その方が将来、何も知らず自然妊娠する場合もある、それから一般不妊治療で妊娠する場合もある、ART で妊娠する場合もあるんですね、それは全部含けまして、えー、61.7%の方が妊娠してたというんです、出産してた、1錠を持ってたということなんです。割合と言いますとですでね 何も不妊治療しないで自然妊娠する人も結構いるんです。30%か40%いるんですね。それから不妊治療を受けた場合で一般不妊治療で妊娠した人。そしてその後また自然妊娠で妊娠した人もいるんです。それから一般不妊治療をやって体外受精をやって妊娠した人。ですね。その後でまた自然妊娠で妊娠した人も少しいるんですね。で、そういうのを平均しますと、大体 割不認証で来て検査を受けた人の6割は将来、字、えー、を持つことができるということになっています。 がん治療の前に行う卵子凍結保存を試みた場合卵子凍結保存を試みなかった場合と比較し政治出産の確率を優位に高めることができます特にリスクの高い化学療法を受けた患者において卵子凍結保存に最も高い有用性が認められました今は乳製温存ということががん患者において試みられるようになりましたそして特に生殖年齢の女性はですね 化学療法を受ける場合、大体30%ぐらいが無月経になったりするんですね。えー、従いまして、です、ね、化学療法が非常にその強い化学療法と、あまり強くない化学療法の場合、その強い場合は8割方無月経になったりするんです、7割、8割。従いまして、そういう患者さんはですね将来子ども欲しい場合、卵、え、子、ー、の凍結保存を試みた方がいいだろうということになりますね。 でそういうふうなことでですね、費用対効果を見てみますとですね、あの、軽い化学療法をやる女性は、あまり費用対効果は高くない。ところが、ね、強い化学療法を受けた人は、卵子を凍結をしておきますとですね、その後子供のできる割合が、もう圧倒的に違うんです。だから、あ特に強い化学療法をやる方で、えー、生殖年齢の後半の人は、特に卵子の凍結の保存が進みます。それによって 一人の子供を産むための費用対効果が高まるということになりますね増分費用対効果比というような数値で見ますとやはりその背景によって卵子の凍結保存すべきかどうか決めたらいいというふうに思います 海外成熟において、CNP を用いることにより、減数分裂の再開を最長46時間まで抑制することができ、全成熟培養後の卵球卵コンプレックスにおけるクムラスオーサイトトランスゾーナルプロジェクションが温存されました。 全成熟の培養と体外成熟を試みた群で得られた胚盤胞において、異数性の肺の割合は標準的な体外成熟で得られた胚盤胞と比較し、有意な上昇は認められませんでした。pcos の患者さん、または pco の患者さんですね。で、卵巣に卵胞がたくさんあるというような患者さんにおいて普通の。 刺激法でやりますと、OHSS のなんかのリスクもあります。いろんな問題は起こりますから、その卵巣刺激もほんのわずかな、3日程度の卵巣刺激で卵胞、えー、を育て、採卵しますとですね、結構十何個というような卵、えー、しか採取できるわけです。バイオニアが元で取れるわけです。で、それをですね、そのままあの培養しますとですね、この下流膜、卵球細胞と卵との結合が取れましてね、 今までその成熟を抑制してた、卵子の急激な成熟を抑制してたのが、効果が、抑制作用が取れて、速やかに成熟しちゃうんです。で、卵子っていうのは成熟しちゃいい卵子にならないんです。卵子の核の成熟と細胞質の成熟が同調しなくちゃならない。そのために、えー、核の成熟を抑制するための T タイプナトリウレティックペプタイドっていうのが重要なんですね。 それに24時間あるいは48時間被曝させておいてそれから体外成熟を試みますと細胞質は成熟する核も同時に成熟するそしていい生成が得られるということが分かりましただから体外成熟の時にはただ卵子を採取し培養すればいいっていうんじゃなくて細胞質と核の同調をさせるような 方法を取らなければ決していい成績が得られないということを認識しておく必要があると思います。 キャリアが重要と考えている女性は、キャリアの成功をあまり重要と考えていない女性と比較し、妊娠に関する計画性は重要と考えており、出産を遅らせることにより、強い信念を有し、提供配偶紙を用いた ART を倫理的観点から需要する態度が認められました。最近、女性はですね、あの早く子供を打って家庭に入るというより、むしろ、 自分のキャリアを積みたいと、そして子どもを産むのも30代後半にしたいという人もいるわけですね。でそういう人たち、いろんな考え方があるんで、そういうキャリアを大事にする人、キャリアはあんまり重要でないと考えている女性と比較してみたんです。でキャリアが重要とする人はです、ねえー、例えば生殖年齢を送るのは後半、すなわち30代後半で子どもを産んでも、今の医学じは妊娠はよくできるという考えを許している人も多いんです。 それから ART なんかに関しても、ですね、提供配慮誌を用いても、それは倫理的に許されるというような考えを持つ人が多いんですね。それに対して、非常にコンサーバティブなものの考えの人は、ですね、まあ、妊娠は自然に任せるもので、その計画性というのは重要じゃないというような意識を持っていたり、まあ、一般の ART なんかには需要はしてるんですけれども、一部の盾は。 提供卵子とか、提供配給手を用いたような治療に対しては、ちょっと倫理的に問題じゃないかという危惧をするしている女性もいるということですね、女性のキャリアに対する考え方によって、静粛に対する考え方もずいぶん異なるんだという論文でございますほぼすべての不妊の男性および女性は、遺伝的な親となることを望んでいました。はい あの不妊症の人にですねあなたはなんで自分血縁の子供を欲しいのかまた血縁のない非遺伝的な子供でもいいのかというようないろんな質問をしてみたんですそうすると、えー、不妊のカップルはやはり遺伝的な子供を残したい自分の血のつながったものを残すそれから自分の子供に対して愛情をかけたいというようなことですねそそれから自分は今その 非遺伝的な子どもを出なければ自由を持てないというような状況でないというふうに思,う思っている、それから自分の血縁よりもパートナーの血縁の子どもを私は望みたいというのを考える人もいるんですね、いずれにしても不妊症の方は血縁の子どもを持つということに対して、非常に強い意識を持っているという論文でございます。 卵巣の加齢に伴って卵子にミトコンドリア DNA の点変異の蓄積が起こるという結果は得られませんでした加齢に伴ってですねあの卵子の質が悪くなるというふうに言われていますその一つにいろいろなことがある染色体異常のが起こりやすいとかですけどミトコンドリアにも異常が起こりやすいという考えの人もいるんですね。 でミトコンデには DNA、が含まれていて、い DNA、その時の塩基、えー、の一つが、えー、異常の点変異といわれるものが増えるんじゃないかという考えもあるんです。で、実際に調べてみても、そういうことはありませんと、えー、いうことでした。はい、アメリカにおいて、父親となった男性の年齢は上昇してきていますが、人種や地域、教育レベルなどにより、異が認められました。 アメリカにおいて白人なんていう人はですね子供を持つ年齢がどんどん高くなっているんです、女性も高くなってますよね、昔は20代でお産したところが今30前後、そして30代後半、時には40代前半でお産する人も増えてきている、男性もそうなんです、30代後半、40代で父親になる人が増えてきているんですね。で、人種にも違いましてですね、白人が一番その高齢になる、でアジア人はそれよりちょっと下だと。 いうようなことで人種による差分差別もあるようです。性分化疾患が疑われた 46XY の男児を調べたところ、生腺系の内分泌異常は4分の1の男子に認められ、遺伝子のコピー数の変異あるいは単一遺伝子の変異が約半数に認められました。この商人のですね、えー、性の分化あの専門病院で、えー、その どうも子どもの字の性の文化がに問題があるんじゃないかということでその受診した子どもたちたくさんの子どもたちを調べたんですそうしましたらですね男性マスキュリゼーションっていう男性化の兆候がちょっと遅れてるなとかいろんな兆候があったんですその背景となっているものを調べましたらですね内部学的な異常染色体異常遺伝子異常ですね そういうようなものがですね。かなり認められるということなんですね。で、この内容はもう専門家でないとちょっと分かりません。でもし子供に性の文化の異常が疑われた場合、やはりその専門家に受診し、その背景となったものを確認し、そして適切な対応を取ってもらうというのが必要だと思います。 え今日はヒューマンリプロダクションヨーロッパ人生殖医学会のオフィシャルジャーナルの論文をご紹介しました。この論文の英語の小録はアメリカの国立医学図書館にアクセスしますとこれは見ることができます。またあの日本語による解説のテキストなど欲しいという方はどうぞ私どもの国際医療技術研究所にアクセスしてください。 それではまた来週お目にかかります。今日はどうもありがとうございました。